大谷ネットの平林昇です。今回ですね、ホームページについてお話をさせていただきたいと思います。まあ、このホームページ、まあ、インターネットがですね、出現しても20年以上になるかと思うんですね。で、まあ、ホームページ、まあ、その時からもホームページってもあったわけなんですね。ホームページとメールの組み合わせで世の中が変わるっていうですね、あ、世の中とこう通じてるっていうですね、まあ、こういう一つのあるこうインターネット革命のスタートってことがあったわけなんですね。で、このホームページって一体何かっていう話なんですね。実際 なぜこういうお話をするかっていうとですね、いわゆるその何ですかね、このメディアの進化っていうんですか、同じインターネットの中のそのメディアってものがですね、例えば掲示板ができたとかですね、あるいはそのブログができたとかですね、あるいはこうソーシャルネットワーク、今こう流行りのですね、いわゆる SNS っていうのですね、が実際こう動いてるわけなんですね。いわゆるホームページとですね、従来のホームページといわゆるこの掲示板以降のですね、ブログだとか SNS とのこの大きな違いは一体何かっていうことなんですね。で、この、まあ、ホームページっていうこの、まあ、言葉が一番こう素直に日本語としてこう表しているかと思うんですが、自分って一体何かってことなんですね。あるいは会社って一体何か。で、このインターネットのこの用語の中にですね、こうドメインってあるんですね。ドメインを取るなんて言いますね。こう大谷ネットもそうなんですけど、大谷ネット .jp っていうのが、まあ私どものこのドメインのわけなんですが、このドメインって一体何かって言ったら、これ、まあ、事業領域なんですね。自分は一体どういう仕事をしているっていうことなんですね。まあ、やっかんじゃないんですけどね、実際そういうことなんですね。で、まあ、こういうその事業領域ってものをですね、いわゆるしっかりこう誰にもですね、いわゆるこう侵されることなくですね、いわゆる自分ってこの空間の、あるいは仮想空間の中のこの部分のこの位置づけに私はいますよっていうことをですね、いわゆる実際にそのまあこう所在をこう明らかにするってことなんですね。空間の中の所在っていう、まあ、アドレスっていうことなんですけど、を実際こう位置関係っていうのをしっかりして、そこで一体どういう仕事をしているのが私であるっていうことをですね、インターネット上でこう固定化するっていうことなんですね。で、これがいわゆるホームページってことなんですね。ですから、このまあ、一つのこう手順としてですね、このホームページにたどり着く仕方っていうのはですね、自分のパソコンからですね、いわゆる一つこうモーションを起こすわけなんですね。この通信ソフトっていうのを使ってですね、 FTP って言いましたかね、これを使っていわゆるこう24時間いわゆる365日動いているそのサーバーにこう自分のデータっていうのを送るっていうことをしていくわけなんですね。この手順っていうものがあるわけなんです。ですから、ここでこの遮断がされているわけなんです。ここが大きなところなんですね。ですけど、例えば掲示板からですね、あるいはそのブログとかですね、 SNS の作りっていうのはですね、ある意味ではメールを打つような感覚がある意味世の中にも出てってしまうっていうことなんですね。ですから、手順からすると簡単にはなったんだけど、ある意味ではその簡単がゆえにですね、いわゆるそのいわゆる自分っていうものがですね、なかなかこうしっかりこう見えなくなった状況ってことなんですね。これは自分のものでないっていうことも言えるわけなんですね。人様の開発したものの中に入ってそのサービスを提供受けるっていうのが掲示板であったりですね、いわゆるそのブログであったり、この SNS っていうことなんですね。ですから、本当にこう事業っていうことを考えたときに、独立した一つのこのインターネットの中でですね、自立をして、いわゆる誰にもこう侵されることなくですね、いわゆるここさえしっかり詰めておけば、時間だとかいろんなその集積ってものがですね、いわゆるやったことが全てこう集積していける、そのなんていうんですかね、役割っていうものはですね、まあ、ホームページの作りからしてそういうふうになってるわけなんですね。ですけど、この今のその FTP っていうんですかね、通信ソフトを使わないいわゆるそのサービスっていうのはですね、いわゆるこのいつ例えば ID がこう無効になるとかですね、あるいはそのもの自体がなくなってしまうとかですね、
そうすると本当にこう今までこう集積してきた時間だとか知恵だとかお金っていうものをですね、ある意味では一瞬のうちにこう無に帰するっていう状況が実際起きるわけなんですね。ですから本当にこう何にまずその集中をしてですね、いわゆる集積をしていくかっていうもともとのもの、本当にホームベースですね、こういうものをしっかり作るっていうのがですね、まあ、ホームページっていうその考え方っていうか概念っていうことかと思うんですね。ですから、まあ、どん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 こう例えばインターネットをスタート切る人がですね、スマホから入ってなかなかこうパソコンから入らなかった人たちっていうのは、なんかこうインターネットの世界っていうのがこういわゆる SNS の世界がこうインターネットのこういわゆるコミュニケーションの世界がこれがインターネットの世界だっていうような、ある意味のそのいわゆる錯覚っていうんですかね。ですから本当にこう事業として見た時にインターネットを仕事として使うってことにおいては、あくまでも自分っていうものをですね、インターネットのある部分にしっかり据えて、ここをホームベースにして、いわゆる SNS とかですね、ブログだとかですね、そういうものをプロモーションという形で使うという考え方がですね、いわゆるこのホームページとそれ以降いわゆる発達したそのメディアとのこのいわゆる住み分けというふうに考えた方がいいかと思うんですね。ですからそのいわゆるホームページをですね、例えば SNS を自分のホームページ代わりということ自体はですね、これリスキーですね。全くこう意味のないっていう話じゃないんですが、長い目で見たときにですね、5年10年例えば20年30年って見たときにですね、なかなかこう保証しきれない。だけど自分のホームページってのは自分の管轄下にあるから、ずっといわゆるこう保守管理ができるってことなんですね。で、集積ができるってことなんですね。ですからここの大きなその一つの線引きってものはですね、しっかりこう経営者は理解をした方がいいかって思うんですね。